はい。皆さん、こんにちは。ワナリルビジです。では、今回は、信長の野望大失敗ヒット、斎藤家攻防物語の続きをやっていきたいと思います。で、もう目標をですね、上杉家の討伐、これにもう専念していこうと思っています。なので、今回のね、ゲームの目標は、ズバリ、上杉の滅亡。これをね、一つの目標として、プレイの方をやっていきたいと思います。で、その上での弊害なんですが、もちろんその上杉なんですけども、この上杉はですね、武田、信玄とうまく連携しながらですね、勢力を削り取っていくというのを考えています。で、さらに弊害がありまして、それが畿内にいる畠、さらに山陰山陽に勢力を誇る山田。このね、二つの勢力に対しては、お守り、一辺倒で、とにかく上杉家を倒すというのをね、目標にやっていきたいと思っています。では、早速時間を進めていきましょう。その上でどうしてもね、対応上必要になってくるのが防御施設になりますね。金ヶ崎、小谷、この辺りが最前線になります。敵の畠、山名を迎え撃つにあたっては。なので、この辺りをね、しっかり防御を固めていかなきゃいけないのかな、というふうに思っています。あとね、お金兵糧。この辺りも必要になってきますからね。しっかりと、内政もやっておきます。かしこまりました。で、隙あれば、もちろん、横からだろうが、真正面からだろうが、剣心の領へと進攻も行います。あとは感謝状も久しぶりに出しておきましょうか。かたじけない。我が義を示す。うまくね、勝ち馬に乗るというわけではないんですが、信玄が敵を攻めているところに我々も乗っかるっていうね。福光城小山御坊は取りそうだね、信玄が。で、表情は軍関係、ここをしばらくの間重点、方策という形にしていこうかなと思っています。これにて表情を終え。一時あったお金のね、消耗というのもなくなってますからね。六角とは同盟をもう一度結んでおく。今、彼らと、まずいことになっても困るからね。敵を増やすわけにはいかない。が、その六角は、敵視されてて、同盟が結べなくなってる。親善を繰り返すしかないだ。交渉は、山名と一旦講和を結べるのであれば、講和を結んでおきます。さらに、鈴木とは同盟を結んでしまいましょう。24ヶ月。六角と手切れしたのが良くなかったかな。風林火山、わしの戦を見せてやろう。小山御坊は見捨てられるんだな。我が領内に敵が迫っております。山田が3万3000。思ったより大きいな。3万3000の兵か。この3万3000の兵をどこで迎え撃つかだな。金ヶ崎で迎え撃った場合、2万2000。敵1万8000、山名は国衆将兵を使ってくると思うんで、事実上2万4000か。いや、この戦い、微妙な戦いになるぞ。ともすれば、援軍の要請をする。武田。木曽福島から4400。中野から4500。これを借り受ける。
その上で早めに陣を張ろう。英数がしょぼいところはもう思い切って解除しよう。すぐにやられても困るからね。で、その上で部隊追加。稲葉山城からは出陣するものの、勝沖ではなく総大将は光秀。鉄砲隊。で、あとは長島から5000。カズマスの4500。あと中野城から4400も借り受けたいな。となれば秀吉隊を解除して、間に合うのかっていう疑問があるんで、ちょっとそれだけ要注意だな。これで？ああ、敵の方がさすがに早いな。で、上限が28000ってことを考えると、遠すぎる中野城は解除して、犬山城から2100を出す。これで33600。それでも3600か。あと一番遠いのが、木曽福島4200。いや、でもこれはせっかくだから借り受けたいよね。ただそれでも敵の方が早い。であれば、結局自分たちの兵力だけで戦うことになりますが、これでいきますか。鳥峰城に人が入っていない。これちょっと迂闊だったな。これでちょうどいいかな。これで決戦に及ぼう。まず確実に勝たないと話にならないからね。和睦は拒否されてますが、繰り返し和睦の申し入れはする。山野としても我々が3万の兵を整えてるとは思っていなかったと思うので、ただ実態は3万の兵を用意した。これを見て和睦に応じてくれれば全然和睦に応じて一旦兵を収めましょう。北条と伊達はもちろん北条。手を貸してやろう。で、ここだよね。畑と水野で、水野が勝たないと話にならないが、水野が勝ってくれた。これで畑もしばらく静かにしてるだろう。よし、目論み通りだね。こちらの兵力が多いと見るや、敵も兵を引いた。これでしばらく安心して、上杉攻略に精を出せる。高岡城に兵を送りましょうか。あー、引っ込めなきゃよかったね。こんなことになれたら。ただここはスピード勝負でいきたいので。8000を送り込む。後に続け。足利と山田。何？足利と山野が戦うの？これどっちにつくかだな。ここは山田についておこう。手を貸して。なぜなら足利の方が圧倒的に弱いからね。将軍家が足利に滅ぼされるパターンだな。これは風向きが変わってきましたよ。ご命令を。全然勝負できる。上杉の攻略に専念できる条件が整ってきましたね。このまま一気に上杉の領地をある程度ね、潰しておければ展開が楽になりますので、まずは義を示す。謙信と信玄をぶつけてる間に城をかっさらう。ちょっと状況変わったな。
手を貸してやろう。水の隊に6ヶ月兵を貸す。これは貸します。金をよこせ、その代わり。すまねえな。ここで、マサトラから剣心への改名のイベントに入ります。改名した剣心ですが、ちょっと状況が変わってるな。報告いたします。先月の収支でございます。これより表情は前と変わらずでいきます。これにて表情を終える。注意しなきゃいけない、上杉の動向なんですけど、武田信玄が一旦能登半島に兵を進めるようなので、謙信の兵がしばらく温存されてしまう中、我々だけで攻め込むのは危険だな。東道高虎士官の出しが来てますね。鳥峰城に兵も入れなきゃいけませんので、まずそこを先に忘れないうちにやりましょう。鳥峰に兵が入っていなかった。一人しかいないんだな。としみつしか入っていないっていう状態ですね。であれば、ここに入ったばかりではありますが、高虎なんかを入れる？さっそく。あと、スケーモンとか入れといてもいいかな。いや、でもやっぱり新所属で清水一条谷、鳴海、あとは稲葉山。沢山に結構人入ってるな。沢山から人出そう。こんなに、入れておく必要もないからね。承知いたしました。出た。その上で高岡城3800、周り富山城魚津にも1万3000と3000の兵が入っている中、どうなんだろうね。勝家の8000で攻め込むのは危険だな。ここはちょっと兵を一旦下げましょう。藤鷹が2500で持ち手山を囲んでいる。一方、義輝のいる羽生城に1万4000で山田が攻め込もうとしている。いや、カオスだな、もう。畑と六角が戦う。ここは六角につく。手を貸してやろう。であれば清水山を攻略する好機だな。そうだね。ここは宣戦布告しよう。我々も畑に対して宣戦布告。こうなったら容赦はせぬぞ。助け立ちするぞ。よし、兵糧18000、鉄砲1200が届いた。この中清水山の奪還戦だな。最大兵力を動員します。出陣します。北条と芦野はもちろん北条。手を貸してやろう。まあ武田とね、畠山、ここはもちろん武田が勝ってくれると思うので放置でいいでしょう。ここよ、畠と水野。ここで水野が勝たないと話にならない。大丈夫だね。報告いたします。下地を。で、我々は一旦上杉とは両国を接しない状態になったので、上杉
滅亡を第一の目標に据えたとはいえ、まずは、アタケの兵力を叩いておきたいので、予定通り、清水山城の奪還戦に入ります。我らが力、示すは今。国州将兵持ってるといいよな。で、敵はちょっと待ってくれ。アタケ、1万6000、秀吉、総大将に1万8000。ここ勝つか負けるかでだいぶ変わるな。国衆将兵発動して敵は2万ぐらいの軍勢になりますね、おそらく。正面からぶつかる。2万1000だな。敵の兵2万1000。いつものように罠を仕掛けてそこで敵を迎え撃つか。そうだね、それでいきましょう。1円交をかけます。確実に3つの鉄砲水に引っ掛ける。戦場が確かにちょっと狭いよな。下中覚悟しろ。ご命令を始めるぞ。ご命令よ。みんな気合を入れろよ。下中を始めるぜ。あとは敵の出方を待つ。ゲチよ、始めるぞ。ゲチよ、覚悟しろ。覚悟しろ。ゲチよ、始めるぞ。ご命令を覚悟せよ。ゲチよ、始めよう。よし、まずデポ水一発目引っかかったね。ここで2000の兵を食ったんだな。ゲチよ、覚悟しろ。ゲチよ、覚悟しろ。ゲチよ、覚悟せよ。放棄。ゲチよ、ご命令を始めるぞ。敵の居所知れましたな。やりたい。ちょっと慎重にならざるを得ないね。覚悟せよ。やりたい。前へ。ゲチよ、覚悟しろ。おとり挑発で誰が引っかかるんだ。結構の数引っかかったな。やりたい。前へ。池田恒興機体は敵の5000の兵を引っ張ろう。さあ行こうぜ。叩き潰せ。やりたい。敵の5000の兵を引っ張ってる間に、こちらは敵の残りの兵を全力で潰す。で、敵が中洲に1体取り残されているので、この兵を先に潰しましょう。始めるぞ。騎馬隊とはいえ、こちらの総攻撃に手も足も出まい。
常ちゃんが敵の5000を引きつけてくれてるおかげだな。では大返しを発動して一気に速度を出し敵を壊滅させる。よし、改装させたね。一体改装。そしたら残りは、アタケ、敵の本陣にめがけていきます。よし。これでツネちゃんがね、5000の兵引っ張ってくれたおかげで、戦況がだいぶ有利になってるね。さすがよ、ツネちゃん。ただ、そのツネちゃんも5000の兵引っ張っとくの限界に来てるんで、敵の5000が合流してくるという状態です。ここで、敵のどの部隊に攻撃を集中するかだな。アタケ本体か、兵も少なくなっている他隊か、悩ましいな。一鉄の部隊で岡を攻撃して残りはアタケ本体に集中させましょうか。ツネちゃんも少し前へと戻します。さあ行こうぜ。やりたい。前で畑本体が逃げるのであれば、こちらは残った敵、踏みとどまってる敵に攻撃を集中します。やりたい。前へ。やりたい。前へ。で改装させることができればOK だな。よし、勝ちはほぼ決まった。あとは一気に決めてできるだけダメージ少なくいきましょう。始めるぞ。いや今回ツネちゃんが本当にいい働きしてくれたね。やりたい。前。やりたい。前。やりたい。前。ご命令を。切り込め。時は今。力を合わせよ。やりたい。前。ツネちゃんよくやってくれました。まだ負けてはおらぬわ。容赦せぬぞ。足軽隊、踏ん張れ。では総攻撃かけていきます。みんな気合を入れろよ。かかれ。一旦引くぞ。なお9000ぐらいの兵が残ると思うので、この9000の兵で清水山の奪還をね行っていきます。負けるとは。で今回は本当にツネちゃんが主君将だな。残り1 残り1の状態で攻撃不可に陥ったね。敵の総大将ただ一人を前に何もできずにいるっていう意味不明な状態が続いている。はい、これで敵壊滅です。このまま清水山の攻略入っていきます。いや今回しっかり、まあ、珍しく、僕にしては珍しく一輪のようにするぞ。うまく合戦が戦いましたね。清水山はこのまま、踏み潰す。かたじけない。割とあれだね、しっかり清水山も防御施設ができてるな。強行でもいいか。いや、普通の攻撃で8日でいいな。使いの者が来たようです。斎藤上杉の講話、まあ一旦講話をしておいてもいいかな。もう終わりか。で清水山城を取って、さらに畑6500が攻めてくる。やるな。ただこれをうまく撃破すれば5章が取れると
いう状況になるね。五章が取れれば大きいな。で、ハブは失ったものの、後世馬は取ったのか。将軍家も。やるな。清水山を取った兵で、松倉、6500。これを一度、清水山で迎え撃つかどうかというところですかね。はい。では、いい時間になりましたので、今回はね、一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と、ツイッターのフォローも、ぜひぜひよろしくお願いいたします。